会の世は天下太平の素晴らしき時代にござりまする。されどこの平和の陰には動乱の時代を駆け抜けた者たちの戦の歴史があるのでございます。太平の世を目指し、幾多の敵と刃を交え、炎のごとく花のように散っていった武将たちの生きた時代、この時を人は戦国時代と呼びまする。そして今、戦国の熱き戦の歴史と義の心を伝えるため、長き時を超えよみがえった越後の武将様方が新たなる戦へと出陣したのでございます。激戦の末は殿を継がれた景勝様と共に、わしは第一義の教えを受け継ぎ、愛一文字の名のもとに、天の時地の利人の和を駆使し、上杉家に忠義を尽くし戦ってまいった。今一度義の戦に出陣いたす。我こそは上杉家家老直江兼続。さあ参ろうか。謙信公の後継者として、我は戦国乱世に身を投じた。織田軍の信仰、豊臣家への信心、徳川との対立、そして越後会津米沢と、たとえ国が敵が主君が変わろうとも、我が戦うは全て上杉の義を守るため。上杉家以来に当時、我こそは上杉景勝、越後の竜を継ぎし者なり。受け継がれし義の魂、この目をして今しめさん借りつけよ。新たな戦ぞ心せよ。おう。体力疲労は世の常。なれどわしは自らの欲を捨て去り、人のために戦うことを望んだ。武田氏、わざわざ流しくてきたし、幾度刃を交えることとなろうとも、天が我が義の心を求めるだろうな。わしはこの剣と命をもってその思いに応えよう。我こそ上杉謙信、毘沙門天の化身なり。さあ皆の者、大義の戦の我に続け。
この地に残る義の心に導かれ、我らは再び蘇る。日の元のため、この時代に生きる皆のため、大義の戦に赴かう。我ら越後城越上杉おもてなし武将隊、いざ参る。一同、会議である。はっ！